はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。もうすぐ4時ですね。9月は3日の火曜日でございます。さて、最近1日に1本はやるようになったですね、北朝鮮もの、北朝鮮ネタでございますけども、別に新しいですね、事件が起こってるわけではないんですけど、共同通信にこういう記事が出ました。これは昨日かな、昨日の16時40分ですね。エリート層の脱北2倍超、金正恩体制歯止め効かずということですね。北朝鮮から韓国に亡命した外交官や軍人らエリート層の数が金正恩朝鮮労働党総書記の体制下で2倍に増えたことが2日韓国政府への取材で分かった。1997年7月の統計開始後、金正恩総書記が最高指導者の時代には54人だったが、2011年12月の死去後134人に達した。外部情報に接触可能なエリート層の間に韓国などの文化が入り込み、批判に歯止めが効かない状況だ。北朝鮮は今年に入り、韓国を第一の敵国、普遍の主敵とみなし、対決姿勢を先鋭化した。国内の引き締めを図り、韓国文化の流入などで独裁体制への疑念が広がることを防ぐ狙いがあると韓国側で分析されている。韓国統一省が脱北者6300人余りを調査し、今年2月に発表した資料によると、2000年以前に脱北した人で国外の映像を視聴した経験があると答えた割合は約 8% だった。16年から20年に脱北した人では 83%、 今24年ですからね、と大幅に増えている。このうち主に韓国のドラマや映画を見ていたとの回答は 28% を占めた。これでおしまい記事はね、つまり韓国と接触することによってですね、脱北を決意した人が多くなっているということですね。もう今やですね、こんな小さなですね USB メモリー、あるいはですね SD カードでですね、映画が何本も見られる時代ですからね、映画もドラマも見られますね。なんでですね、もうこれはこれからどんどんですね、そういったものがですね、北朝鮮に嫌がおうでも入っていけ、それを見た人がですね、何や韓国すごいやんというふうになるわけですよね。それはもうしゃあないことでしょう。でしかもですね、自分たちのメディアで見かけるあの豚はですね、声太って見にくいでしょ。お世辞にもかっこいいとは言えないでしょなんで自分らは痩せ細ってんのにですね、あの豚だけ太ってんやということになりますね。おそらく北朝鮮のですね、ちょっと田舎に行くとですね、太った人なんかいないはずなんですよ。みんな痩せ細ってるわけです。食べ物が十分ではなくて、であるのに豚だけ太ってるわけでしょやっぱアウトでしょそれ。であのジェジェとかいう娘さんもコロッコロしてるでしょ。食べたいものを食べたいだけ食べられると、もうそれがですね、北朝鮮の人にとっては信じられないんでしょうね。で、1991年にソ連邦、ソビエト連邦という国が崩壊するんですね。やっぱり社会主義の国なんですけどもですね、崩壊した理由いろいろ言われてますけどもですね、一つはやっぱし情報なんですよね。外国の情報がですね、あのソ連の人々にが入ってきてですね、もちろん当時インターネットはないんでですね、紙やですね電波で入ってくるわけですけども、それで外の世界がどうなってるかを知ってしまったですね、ソビエトの人々がですね、共産党あるいは共産主義というものに対して不信感を持ったというのが一つと、もう一つは経済ですね。いわゆる貧しいと、いつまでたっても貧しいし、満足な製品すらないと。たまに入手できた西側の製品は素晴らしいじゃないかと、どういうことやねんこれはというふうになるわけですね。なんでですね、不満を持った人々が結局ソ連のですね、崩壊をですね、後押ししたということなんです。北朝鮮はそのどちらの要素もですね、今備えようとしています。もともと貧しいわけですから、こっちはもう赤、まあですね、すっかりこう自分たちは貧しいということに気がつき始めてるわけですね。そこへ持ってきてですね、外の情報、特に彼らは同じことを話す同じ民族である韓国がどうなっているのかということに興味津々なわけです。それがどうやらむちゃくちゃ豊からしいというのはもう今や共通認識になってるわけですね。でだから、南へ逃げようぜという気持ちになるわけです。
です。南へ行けばあんな生活ができると、つまり韓流のドラマや映画みたいな生活ができると、で行こう行こうぜ行こうぜというふうになるわけなんですね。あのもうこのネットの時代ですね、いくら北朝鮮がですねあの壁を築いたところでですね上は入り込みますよ。で北もそれが体制崩壊につながるのを知ってるんで、もうその北の南のね韓国の映画見ただけで中学生を処刑したりしてるんです、もう徹底的にそこを取り締まろうとしてるんですけども、それはですね無理でしょうだから私はですね、北はあの経済でもアウトになってるし、そういう思想面や情報面でもですねもう崩壊は近いと思いますよ。でそうでなくってもこの洪水でですね、この来年の春あたりの餓死者というのはまた2桁万人行くんじゃないですか。下手したら3桁万人行くかもしれませんね。あの3桁万人も行ったらですね、身内の誰かが餓死してるという状態なんですよ。北の人口っておそらく2000万いっていないんですね。1500、600万やと思います。そこで100万人死んでおらないよ。100万人が餓死したっても地獄やぞ、はっきり言うて。そうでしょう。今もそういうところまで北は追い込まれていてですね。で、ちょっと前までは、南はムン・ジェインという、アホなおっさんが大統領やってて、亡命をほぼ受け付けていなかったんですけども、今のユン・ソンニョルさんは亡命大いに結構です。逃げてこいと、脱北行為に結構ということをやってという体制なんで、それも伝わっています今北に。ですので今後加速度的に北のエリートたちは南へどんどこどんどこ逃げてくるんちゃうんかなという気がしますね。まああとはそのユン・ソンニョルさんがですね、どの程度持ちこたえられるかというか、そういうことを受け入れ続けられるかというかですね、要はお金がかかるでしょ、お世話しなあかんわけだって。まあとりあえず住まうところとですね当面のですね生活は見てあげなきゃいけないわけでしょう。まあ どこまで今ね、南は韓国は政府もお金がなくなってますからね、そのあたりどうなるのかというところでしょうね。はい、でもそんなにもうあと5年も10年もね、あの豚の体制が続くとは思いません。で何よりもですね、その中国の共産党王朝が倒れたらですね、まあ一緒に倒れると思うんですよ。なもんもう持つわけないですよ、あんな体制が。はい。まあということでございまして、エリート層の脱北2倍超、キム・ジョンウン体制歯止め効かずというタイトルのページですね、共同通信です。47ニュースというサイトに出ています。豚のですね、珍しくですね、スーツを着てネクタイ締めた写真が載ってますけどもですね、そのページをですね、一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。